この動画は、茨城県の児童生徒に向けた動画です。皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校3年生算数、工夫して整理しようの内容です。教科書の52ページを見ましょう。 4年生の1組と2組の好きなスポーツを調べると、この表のようになりました。どのようなグラフに表せるでしょうかこの表をグラフに表すと、次のあ、いのようなグラフに表すことができます。まずは、あのグラフを見ましょう。 今までに学習した棒グラフとどのようなところが違っていますかサッカーや野球などの種類ごとに1組と2組の数を合わせて縦に並べたグラフになっていますね。次にイのグラフを見ましょう。今までに学習した棒グラフとどのようなところが 違っていますか。サッカーや野球などの種類ごとに一組と二組のグラフが横に並んでいますね。二つの棒グラフの特徴はわかりましたか今日の目当ては棒グラフを組み合わせたグラフについて考えようです。 それでは動画を一時停止してそれぞれのグラフを完成させましょうグラフが完成したら動画を再生しましょうはじめにあのグラフを見ましょうあのグラフの一目盛りは何人ですかあのグラフの一目盛りは 二人です。水泳が好きな一組の人は三人なので、一目盛りと半分赤で書きます。同じように水泳が好きな二組の人も三人なので、その上に一目盛りと半分青で書きます。一組と二組の水泳が好きな人を合わせると、 6人になるのでグラフも6人を表す目盛りのところまで書きます同じように書いていくとドッジボールとその他についてもこのように表せます次に「イのグラフを見ましょう「イのグラフの1目盛りは何人ですか 2のグラフの1メモリは1人です。水泳が好きな1組の人は3人なので3メモリ分赤で書きます。水泳が好きな2組の人も3人なので3メモリ分青で隣に書きます。同じように書いていくと、ドッジボールとその他についても。 このように表せますそれでは完成したグラフを見て考えましょう4年生で一番人気があるのはどのスポーツですかあのグラフを見ましょうドッジボールのグラフが一番背が高くなっていますねここのことから、 ドッジボールが一番人気があるとわかります。次の質問です。ドッジボールはどちらの組の方が人気がありますか位のグラフを見ましょう。1組のグラフより2組のグラフの方が背が高くなっていますね。このことから1組よりも 2組の方がドッジボールの人気があることが分かりますさてこの2つのグラフはそれぞれどんなことが分かりやすいでしょうかあのグラフではスポーツの種類ごとに縦に並んでいるので種類ごとの 4年生全体の数がわかりやすいですね。イのグラフでは、スポーツの種類ごとに横に並んでいるので、組同士でどちらが人気があるかを比べやすいですね。今日のまとめです。2つの棒グラフを1つの棒グラフに表すと、 全体の人数や組同士の人数が分かりやすくなります。これで茨城オンラインスタディ小学校3年生算数工夫して整理しようの学習を終わりにします。